縁氏は、漢姓の一つ。縁氏は、中華圏の姓の一つ。河南省を発祥の地とし、四川、河北、河南にかけて幅広く分布する。縁姓を名乗るのは、漢民族だけではなく、非漢族の人々の姓としても珍しくない姓である。漢代には早くも、四川の非漢族で、縁姓の主張が現れており、また、新大以降の満州基人にも、 遠征を名乗る氏族が見られる。現在の中華人民共和国において、遠征の人口はおよそ650万人であり、総人口のおよそ0.5%を占める大族である。遠征の人間が歴史上で数多く活躍し始めるのは前漢の頃からである。右不風安良犬の人縁は直言で名を馳せ、後に起きた。 クレスワイ七国の乱の鎮圧に一役買った。関代には、鎮軍の隣の序南軍を本拠地とし、鎮軍演士の同族を称する序南演士が台頭した。序南演士は、中央政界の名門として4世代で5人の3、校を輩出したが、五巻末の動乱で一族の交換が次々に、非合の死を遂げ、さらに地方で軍友として台頭していた演唱、演術が、 相次いで没落するに及んで歴史の表舞台から姿を消した。一方の陳軍演氏は日夏、タスク学など複数の家系に分かれて有力な貴族家門として着実に成長し、陸長時代から東末の旧世紀頃まで名門貴族として繁栄した。その後も宋代の記録で約26万人、秋代の記録で約53万人と着実に拡大し、 現在では台湾も含めた中国各地に広がっている。縁安市縁は朝鮮人の姓の一つである。2000年の国勢調査による大韓民国内での人口は元、円縁と合わせて12万465人。ありがとうございます。